山口司祭皇帝は山口県山口市天下にある観光文化交流施設。元は長州藩の全部職だった斉藤孔兵が1877年頃に八坂神社の境内にて開いた料亭、祇園な皇帝の建物であった。斉皇帝の名前は料亭をひいきにしていた井上薫が斉藤神兵のひとしとこうからひと皇帝の読みを取り、これに 当て字でで最高帝と名付けたたものであった前日の通り、萩藩の台所支配人が開いた料亭ということもあって、井上薫の他にも、伊藤博文、木戸高允、山形有友らの元君のほか内閣総理大臣経験者である、田中義和、岸信介、佐藤栄作らが悲劇にしたとされ、山口市における、迎賓館的あるいは社交上存在でもあったという。 両邸は五代目天守だった斉藤清子が高齢になったことから1996年に閉店120年ののれんを下ろした。その後、建物の解体が取り沙汰されるようになるが、近代日本史を伝える建物として保存活用を求める市民運動が起こり、2000年には請願書が山口市に提出され、市議会で採択された。市としても利活用方法を模索し、 2003年4月に、お坊さんから現金2億4000万円と建物、広間に飾られていた、変額、ちょうど品類意識が市へ寄付され、これを受けて市が市民の文化活動及び町づくり活動に供することにより、地域文化の向上及び地域を担う人材の育成を図るとともに、本市の貴重な歴史、文化資源を時代へ向け保存し、 幅広い交流の場として活用することを目的に、元の建物を山口支店下に移築復元し、市の施設である山口支裁公邸として2004年10月2日に開館した。移築にあたっては、名公邸が最も華やかだった1936年、当時の姿に復元。木材は極力元の建物のものを使用したという。指定管理者制度を導入し、 建物の運営管理は保存活動を求めた市民グループが中心となって結成した NPO 法人歴史の街山口を蘇らせる会が行っている。現在はお坊さんの寄贈した明治から昭和にかけての常連客の品々を常設展示するほか、かつての大広間などが会議室、ギャラリーなどに活用されている。 元料亭の建物であるが、一区に際しての建築基準法の関係から下記を使用することができず、食事等はすべてケータリングを利用する必要がある。旨が利用条件に定められている。また、疑温な工程や土地は、国の史跡、大内史遺跡の月山や片跡,跡の範囲に含まれており、一区後の発掘調査によって、料亭の井戸があったあたりから、 月山間の付属建物と思われる柱跡が検出され、大内正宏、吉岡の時代の15世紀後半の恥や、河原出土器のすり鉢、足鍋のほか、軒平ら瓦や軒き丸瓦などが出土している。ありがとうございます。